今月の7日に北米などで配信が開始されたポケモン GO。 スマートフォンのカメラを通じて現実の世界でポケモンを探しモンスターボールでゲットするというスマホゲームで、配信開始後わずか5時間でダウンロードランキングで1位を獲得するなど、特にアメリカでは爆発的な人気を誇っています。そのような中、多くの海外ネットメディアが取り上げているのがポケモン GO の影響でアメリカ人が運動、自分の足で歩くを始め、そして教会にも足を運ぶようになったという事実。ポケモン GO のユーザーたちが教会に向かう現象が起きている理由は、ポケストップの多くが教会に設定されているためです。ポケストップに行くと報酬として重要なアイテム等がもらえる。図らずも米国人の運動不足&教会離れを解消するその一助となったわけですが、この現象に対してアメリカ人から様々な声が寄せられていました。